はい、こんにちは、トールと申します。シャドウハウスセカンドシーズンの7話を視聴しました。今回はケイトの仲間になったルイズとパトリックの情報収集と2人がその中で得た気づきについての話でしたね。派手さっていうのがなくてもこういう見せ方ができるのはシャドウハウスの強みなんじゃないかと思っています。ではではアニメ視聴者視点で感想や考察なんかを共有できたらと思いますので、よろしければお付き合いください。今回2人が動いてくれたことによってケイトでは得られなかった情報がもたらされる流れなんですけど、ここでやっぱり面白いのはこのルイーズとパトリックっていうのがそれぞれ別のアプローチの仕方をねしたことによってですね、2人が集めた情報の性質がうまく対比的でね、この辺り住み分けできてるのが面白かったです。ルイーズってすごく自尊心が高くて目立つものにアプローチしていくわけですよ、で言ったらですね、まあ修練の間にいたってことは実力者だと、だからタッチしていくっていうね、そういう形になってます。でちなみにこの人はですね、ダグラスダグハンとねの時ダグハンのダグとね、一緒にいてる仲良くしてそうな感じなんで、言ったらエリート株だと思いますね。能力も使えるわけですから。でそんな感じですね、星付きだとか班長だとか結構権力持ってる人にグイグイ行くわけですよ。このあたりがまあ違う、パトリックとの違いですよね。なんかエリートとか情報がね、その特待生的なもののエリートの情報を集めていくルイーズと、そして、まあ目立たなくて安全に生きていくことを目指す者たちの情報を、まあ、パトリックは集めていくわけですよ。でこれはこれでかなり大事で、つまり安全で安心に生きるためにはね、まあ網羅されている情報すごく大事なので、彼らがもたらしてくれる情報は非常に網羅的であってね、同期の関係なんかについても細かく教えてくれました。はい、そんな感じですね、それぞれが集めていく情報のね質が違うわけですよ。トップ層にガンガン行くルイズとですね、ただ安全なところでね長くいて安心にやっていきたいとね、まあこういうその実力がめちゃくちゃ突出してない人たちっていうのは逆に横のつながりが、強かったり情報を大事にしている部分があると思いますので、これも両方ね非常にね有効なんですよ。まあこれをね、まあこの人たちは耐性しないなって見てるリッキーも面白かったんですが、ともあれですね、やはりパトリックみたいなね、ものだからこそ、まあ目立たないんだけど、でも内側でいろいろモヤモヤを抱えてるような人たちともね、つながりが取れてですね、これどっちが優れてるというわけじゃなくて、うまく対比的で良かったと思います。でこのガンガン行くルイーズに対してあまり主張しないね、そういうルートでどうするかっていうところで導いてくれるリッキーとの対比もね、なかなかいい味が、出していたと思います。そんだけね今回もたらされた情報がそれぞれねそのベクトルが違って良かったんですね。で納得感がねすごかったと思います。あとですね、例えば今回そのマリーローズと、まあ、バーバラがね同期だみたいな話は視聴者的には分かっていたんだけど、ケイト勢たちが気づいていないこともねあるわけですよ、そういったところを埋めてくれるところもうまかったなと思いましたね。まあ草の根活動的なことで、まあパトリックがその情報をもたらしてくれてね、ちょいちょいいい形でね、活躍してくれてますね。そんなわけでね、まあまだ例えばその一体化のことなんかはケイトたちは知らないわけですよ。だからそういった情報がどのタイミングでどういうふうにもたらされるのかっていうのを、期待していけるんじゃないかなというふうに思ってます。そして注目すべきはそれぞれ2人のね、気づきっていうところだと思います。操作を進める中で情報を集めまっていくんだけど、その中でですね、それぞれですね気づき出すわけですよ。ケイトやジョンたちなら認識していたんだけど、その話はケイトからもたらされていないところをですね、気づきながら埋めていく形になっていました。ここ見事でしたね。何かっていうと、ルイーズに関してはルーの認識をかなり改めたというふうに思われます。まあルーがね体調悪くしている時もですね、大丈夫って顔怪我してないって本当に顔のことを気にするんですよ。これでも悪意があるわけじゃないんですよね。顔色が悪いぞって言われて、お化粧乗ってないのかしらっていうこの感じね。そう、本当にまあペット感覚で見てるというか、まあお人形感覚ですよね。まあ人形って言われてますから、そういう形で見ていたんだけど、でもその特にリッキーと違ってルーは主張しないのでね、気づけないわけですよ。でだからこそですね、気づけてからはちゃんとねその言ってくれないとわからないわって言えるルイーズもね、すごくいいと思いました。そしてですね、この気づきを得られたのはルイーズが言ったら熟練者たちにね、まあタッチしていって、そしてアドバイスをもらえたからだなというふうに思うと、今回のね操作はなかなか有効に、活用されてるなというふうには思いました。
最終的にはいたわることを覚えたルイーズに対してね、ルーが嬉しそうにしてたのが良かったですね。特にその冒頭ね、めちゃくちゃこびるようなね作られた、可愛い笑顔をね作っているルーに対してね、ルイーズから心をねかけてもらった時のですね、本当に心から嬉しそうなね、ルーの表情っていうのはね非常に良かったと思います。大げささがなくてね、でも感情が伝わってくるね、いい表情だったと思います。で、今回やっぱり特に思ったのが、ルイーズめっちゃ素直でいいキャラしてますよね。なんていうか、自信があるからフラットなんですよね。で、だからこそですね、普通なら、それこそ、まあ、パトリックが話聞いてたようなシャドウたちやったら、絶対マリーローズのとこなんか行かないと思うんですよ。でもなんかいろいろ知ってそうだったからね、教えてもらおうって言って、まあ言ったら顔がねどうなるかわからない状態でお払い箱にすぐなるかもしれないわけじゃないですか、そういった人のところにもですね、全然平気に話を聞きに行くっていうね、そういう形なわけですよ、例えばマリーローズと対立派閥があったとして、マリーローズがいなくなるんやとすると、その対立派閥が力をまあね出してくることは当然なわけですね。このあたりの計算、リッキーがちゃんと今回してたのも面白くて、だからこそですね、リッキーというか、まあパトリックが話をしていたシャドウたちは絶対マリーローズのところに行かないんだけど行っちゃうってね、で話聞いちゃう、アドバイスもらっちゃうっていうね、ところでよかったと思います。ベンジャミンに関してもそうなんですよね。最初まあルイーズは彼のことをね、怖いなと思って見てたんだけどね、冒頭からね汗臭いっていうのは悪口めいているんだけど、まあそこは配慮のなさもあるんだけど、でも感想なんですよね、やっぱり彼女はすごくフラットですね。ベンジャミンが過ごんでいた時はですね、怖いと思ってすぐさっとね隠れていたわけですよ、でもそれに対して今回ベンジャミンがいろいろアドバイスをしてくれたら素直に聞くわけですよ。筋トレしてみーって言われたら、筋トレしなきゃいけないのって嫌がりながらもちゃんとやるわけですよね。でペターってなってしまうところなんか、やっぱりね、なんかそのフラットですよね、ルイーズさん。で素直に感情を表に出すから、なんだかんだでそれなりに楽しんでありがとうってお礼を言って去ることができてですね、だからこそですね、ちょっとね、それぞれなんかこうルイーズに対する印象を残すわけですよ。いや彼女のキャラクター今回すごくよく出てきて、よかった、なんかいい味が出てきたなと、思いましたね、それに対してパトリックの気づきも良かったですね。まずパトリック自体はね、もう本当に愛らしい人なわけですよ。悪態つきながらも面倒見めちゃくちゃいいリッキーがね、気にする、愛して、溺愛して仕方ない存在ではありますから。はい。そんなわけでね、パトリック様はもともとキャラとしてははっきり確立していたんだけど、ね、今回のね、つまりエミリコに恋をしたことによってですね、生き人形にちゃんと人格があってですね、そして一つのね、人間として認め出してしまうわけですよ。はい。この深淵に迫っていってしまう感じ面白かったと思います。特にですね、今回有望なね、サラと関わりを持ったんだけど、そこに対して顔とね自分を分けてね質問してしまうところでね、釘を刺されてしまう形、すごくパトリックらしいですよね。まあ、きっかけがこうエミリコとの出会いっていうところがまた、面白い部分ではあります。はい。そんなわけでね、なんていうか調査の中で婚姻の話なんかも出てきたんですけど、なんかそのパトリックはパトリックで、単純に情報としてのなんかこう有効な情報かどうかというのと別に、なんかシャドウと影の関係とか、シャドウとまあ人形の関係だとかね、シャドウ間でのやり取りみたいなところがね、なかなかに面白いですね、なんだかんだでそのルイーズだったらこうマーガレットみたいなねキャラクターと関係を持つこともなかったと思いますしね。はい。よかったと思います。あとね、リッキーもねこれに対してすごくいい味出してるんですよね顔と自分を分けて考えてしまっているパトリックで、しまったって顔になったりするんだけど、でもねそんなパトリックのこともちょっと愛おしく思っている部分があったりだとか、あとね、生き人形には恋愛感情ないよなって言われた時にすごい困った顔してるとかもね良かったですね。やっぱリッキーはルーのことが気になってるからね、そんなわけでこう冷静に考えるとルイーズが有望株ですよみたいなことを、リッキーは言ってるんだけど、それは間違いなくロジカルに、ね、考えてそうなんだけど、じゃあ邪念がないかどうかっていうとね、それは分からないように作ってるところ、なかなかに粋な演出だったなというふうには思いました。はい。そんなわけで、まあパトリックの揺れる心とですね、それを見守ってね付き添うリッキーの関係ね、なかなかにやっぱり面白かったなというふうに思います。
あとですね、他のシャドウの同期関係みたいなものが出てきましたので、そこちょっとだけ、掘り下げるというか確認しておこうかなと思います。まあちょっとたどたどしい説明になってくるかなとは思いますが、まあお付き合いいただければと思います。一応ね、今回ね、同期だよって言われていた、ものたちね、まとめてみました。まずマリーローズとバーバラですね。これ最年長ということが確定でですね、今回話に上がってきました。そしてですね、まあ年長順にみたいな言い方をしていたので、ウィリアムとヘンリーがどこに刺さってくるかっていうのはわからないんですが、次にスザンナと、ギルバートがいるようですね。ってことは、まあ最年長の次の世代がこの2人なのかなというふうには想像されます。はい、これはもう完全に救護班ですよね。そしてですね、その下が、まあ研究班ですね。ただナンシーとナンシーのおかげさま、に関してはですね、この同期ではないようです。はい、そしてその下が、サラとダグラスですね。はい、ミアとダグのね部分ではあります。ってことはまあね、ダグは同期のミアを盾にしたってことでね、ここの同期関係なかなかにパンチ効いてますね。で、2人ともすごい上昇志向が、激しそうな感じあるんでね、今後の同期はちょっとギスギスしてる感じがね、怖いなと個人的には思いましたけど、どうなんでしょうね。あと、まあ、世代はわからないんだけど、ウィリアムとね、ヘンリーが一緒だよっていうふうには言っていましたし、あと、まあ、ランドールに関してはもうね、まあ、同期がいないよみたいな話もしていました。で、このあたりがおそらく、同じ班なんでしょうね。あと、まあね、ちょっと出てきた話としてはですね、1位ですね。おすすめ女子1位がエブリンって言ってて、これはイブのおかげさまエブリンだと思いますので、はい。救護班のね、ギルともう一人出てきた人が、まあ、一押しだったと思います。ケイトに対してもすごくね、まあ、丁寧に対応してくれていましたので、人気があるところも納得かなというふうには思いますね。はい。まあ、同期の 話はこんなもんなんですけど、今回のね、話の中で同期のね、関係性が出てきていたっていうことを考えるとですね、自分的には、ちょっとね、なんていうか、ベンジャミンは同期の関係で力がなくて同期を守れなかった何かが、あったのかもしれませんね、というね、そういう印象を受けます。なんか、お披露目の時とかなんかでね、その、同期のことを守れなかった過去とかね、ありそうな印象を受けました。まあ、この辺はね、妄想でしかないんですが、こういうところを考えていくとなかなかに面白いんじゃないでしょうか。そんなわけで、今回はパトリックとルイーズのね、その操作のところを結構みっちりがっつり書いてくれたのが良かったと思います。それこそそのリッキーがつぶやいてるところとか、ルーのね、疲れた表情なんかはちょっとあったんだけど、基本的には生き人形側の視点があまり入れずにですね、おかげさま視点でね、気づいていく様子っていうのを、対比的に描いてくれたのがね、面白かったなと、思いました。そしてまあ言ったら、二人とも世界の真実にもちょっとずつね、近づいてきてますので、ケイトが全てをね、その明かすための下地ができていってる感じ、面白いと思いました。次の同期会がね、楽しみにはなっていきますね。そしてまあ、パトリックとね、エミリコの、関係はなかなかにね、難しいなと思いながらもね、面白く見させてもらってます。ただまあ、ちょっとベルたちのね、状況がすごく心配ですよね。そろそろ限界が近づいているのでね、タイトル的には次回ね、その大きく物語が動きそうな気はしていますので、なんとかベルたちがね、壊れてしまうまでに間に合ってほしいなというふうに願っています。はい、まあ次回からも目が離せない展開ですね、おそらくね。はい、ではここからは、今ちょっと触れといた方がいいのかなっていうコメントなんかをね、絡めて少し雑多な話をしていきたいと思います。まずですね、この世界の、文字に関してなんですけど、これ読めるみたいですね。あんまり文字に僕言及してなかったですね、ずっと感想考察動画出してたのに。鏡文字やけど読めるっていう形で、これはエミリコパンってね、書いてるみたいです。教えていただいてありがとうございました。あとですね、一期の最後にエミリコがシャドウ家のためにって言っていてね、それがちょっと不思議で不穏だったんだけど、ある意味今回のね、シャドウ家のためにはね、すごく繋がった絵にはなっていたかなと思います。まあ目の色が違うんで違う解釈もできるのかもしれませんが、一期の最後がまあ前回の6話にね、繋がっていたと取ることもできそうな感じでね、ここは振り返ると面白かったですね。あとはエミリコの出生ですね。一体どんな生まれだったんだろうっていうのは妄想とかですね、想像考察のコメントなんかもありがとうございました。まあこういうのはね、今やっとくのが楽しい部分ですよ。あとですね、やっぱり研究班の特異性みたいな、特になんか顔とシャドウがですね、それぞれ別々に動いてる感じが強かったので、はい、このあたりはね、本当になんかそのあたりがなんかすごく強調されていたのでね、何か明かされそうな気がしなくはないですね。やっぱり星付き側で何かね、事情とか企みがありそうな気がしてきますよね。
はい、そんな感じで、今回はですね、まあ、第7話についてね、いろいろと語っていきましたが、いかがだったでしょうか。はい、皆さんの感想や思ったこと、注目ポイントね、キャラクターの魅力なんか語っていただければ嬉しいと思います。ではでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。